Your point is an elephant. はい、皆さんどうもこんにちは、いつも弊社の YouTube をご覧いただき本当にありがとうございます。本日はですね、ハステロイ X という、材質なんですけども、こちらの板を、買い先取って裏波溶接ですね、そして、まあ、最終層まで仕上げていくといった動画内容になります。こちらの材料はですね、ニッケルの、合金になります。まあ、そのため、まあ高温割れを起こしやすいということで、まあ普通の、まあ、ステンレスサッ304であったりとか、まあ、そういった、一般的に、まあ、扱われる材料よりも、ちょっとまあ扱いにくい材料っていう感じですね。まあ基本的にまあこの材料はですね、耐酸性であったりとか、耐光性ですね、まあ高温になるような場所、そういったところにまあ適してる材料っていうことですね。まあ、こちらの材料を、本日は溶接していきますので、よろしくお願いいたします。最後までよろしくお願いいたします。ハステロイ X を今から切っちゃうんで、切って溶接しちゃうんで裏波出しちゃいます。本日出してみます、よろしく。テープで、はい、これバックシールのガスガス、お、それそれはい、出てる、シュー言うてます、出てる、オッケーオッケーオッケー、閉めるの、前回、はい、ネジ取れへん出た、シュー言うわ これね、正直言ってハステロイの裏波はやったことないんですよね。はい。はい、普通の、溶接はしたことあるんですけど、すいません、初めてなんで。よし。おお、めっちゃ熱い。どうかな、ああ、わからないね、長年の感覚でいくから、もう触らない犬じゃないねちょっとね、やってみましょうか。本気って、本気でやるわ。本気って書いてマジって読むね。してる。ヤンキー用語。本気って書いてマジ。よろしく。ガチ。ガチは現代語や。ああ、現代語。なあ、よろ。マジっていうのは昭和語ちゃうんちゃうな、ギリ昭和やから、俺ギリ昭和やから、ギリなの、ギリじゃないやな僕がギリギリ、俺ギリ昭和やから、知らないだろ、若返った、そうそうそう
全然若返るから。行くで。というわけでですね、ちょっとあの悪ふざけがひどすぎたので、今からちょっと真剣に解説していきたいと思います。まずあの溶接電流は、1層目が、90アンペア、溶接棒は、まあ点6しかないので今回点6を使用いたします。このキーホール分かる、これキーホール、このキーホールが大事なんやね。このキーホールだ、キーホールだ、ちゃうで、キーホールだ、こういうね。いや、あんまりやね、これ。このキーホールが大事なんやね。このキーホールだ、キーホルダーちゃうで、キーホルダー、これね。このようにですね、キーホールを、埋めないようにうまいこと、溶接するようにしてください。今回はまあ点6しか溶接棒がなかったので、一応まあ隙間は3ミリ取っているんですけども、だんだんまあ溶接していくと、狭くなってくるので、まあ、特にそのキーホールを埋めないように溶接をすることが、キーポイントとなります。チャレです。感じないね、これ。こちらの、最初の、スタートの継ぎ目ですね。こちらはもう必ず、10ミリぐらい下がったところから、溶接をするようにしてください。でないと、裏波が、その継ぎ目から出ないので、まずスタートの、あのプールが、
揺れ出してから、溶接棒を入れるようにしてください。本当はまあここエンドタブをつけた方が良かったんですけども、まあ今回ちょっと邪魔くさがってしまって、まあエンドタブを、つけなかったので、まあ最後ちょっと見た目が悪くなりました。スパルタン X 普通に出るわ。これ見てごらん、スパルタン X 言うてる意味わかる？パステロ X やろ、スパルタン X。 というわけでですね、本日の動画で、まあ、最後まで配信しようと思ったんですけども、ちょっとまあしょうもないギャグが多すぎて、まあ今回、1層目までの、溶接しか、配信できそうになかったので、次回、後編として、まあ、完結編ですね、まあ、そちらの方を、配信したいと思いますので、本日はまあ、しょうもない、ギャグに付き合っていただき本当にありがとうございました。また、お見逃しのないようにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日もどうもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。